ムキ小川先生です。ボルダーワールドカップ初の決勝に進出した森愛選手、すごい活躍を見せてくれました。森選手といえば下唇を噛む癖をよく見ます。これは果たして登るのに何か有利なことがあるのでしょうか。検証してみます。顎が上がってしまうと胸が丸まりやすく、そして猫背になりやすいんです。これ皆さんご自身で確かめてください。すごく背中が丸まりやすくなります。この状態で登るとリーチを開いた時にここのピンクのホールドには届きません。もう一度姿勢を正してみます。はい、今度は下唇を噛むと自然とこう顎が引けてきます。そうすると胸をなんか閉じようと思っても閉じにくくなるんですね。でこの状態でリーチをもう一度測ってみます。ピンクのホールドに届きました。はい、ちょっと大げさにやってます。小川が現役の時ワールドカップに出ても森選手のように活躍できなかった理由がここにあると私は思っております。その証拠がここにあります。私が現役の時の写真をご覧ください。めっちゃ顎出てる。猪木もびっくり。これが私の癖でした。胸が閉じて猫背なのが分かります。見てください。森選手と比べても胸の閉じ具合とこの背中の丸まりです。下唇を噛むことで首の周りにも結構意識がいくので、デッドの勢いで頭が振られても耐えることができます。痛くない程度に下唇を噛んでみたり、噛まなくても顎を引く意識をするだけで届かなかったホールドも届くかもしれませんよ。思いっきり噛みすぎて血が出ないように注意しましょう。あと口内炎の時は気をつけて、結構痛いです。このアドバイスがいいと思ったら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。皆さんのクライミングレベルをアップ。SNS で大反響、日本初のボルダリングオンラインレッスンをやっています。名古屋ではオフラインレッスンもやっていますよ。お申し込みは概要欄まで。レッスン生の成果を続々といただいております。 LINE スタンプも好評発売中。ボルダリングギャグが満載です。インスタグラムやノートでは YouTube 未公開のレッスン記事も書いています。フォローしてね。